題はこれ、サリーはスライムです。はい、どうも。今日は最近忘れられ気味のマリさんのちょんちょんが古巣が恋しくなって帰ってこようとするお芝居お願いします。あちょんちょんどんなだったかな、ちょんちょんね、どんなだったかな声どんなだったかな、いろいろな理由をつけた。ちょんちょんじゃなかった、だったっけ。マリさんの鼻の下に帰りたがるちょんちょん、マリさんはちょんちょんを傷つけずに鼻の下に帰り、鼻の下帰りを諦めさせることできるのか、傷つけずにね。あ、じゃあマリはマリ役でいいんだよね。じゃあリートロさん、あ、じゃあ僕がちょんちょんすんのあ、そっか、あ、そういう感じか。そうね、あのちょんちょんね、懐かしい懐かしい。マリこういう音好きね、ちょんちょんとかチロンチロンピーとかなんか繰り返すやつね終わりましたいきます。マリさん、ちょんちょん久しぶり。あれどこかで会ったことあったっけ。3年ちょんちょん忘れてたら寂しい、ちょんちょん。えちょんちょん、マリさんのどこでだろう、那覇で会った。那覇でもうるま市でもずっと一緒だった。スペインも連れてってもらったちょんちょん。えちょんちょんだよ、マリさんの鼻の下のヒングだよ、ヒング。えちょっと全然覚えてない、ちょっと待って。あれマリさん、左目の下にちょんちょんじゃないちょんちょんがいる。あ、お友達。あ、あーちょんちょん元気だった元気だよ。変わったんじゃない、ちょっとちょっと痩せた。いや素敵の増してる、ダイエットしてる。あ、本当に糖質制限してるから。そうだ、頑張ってるんだね。だからもう久しぶりにマリさんに会いたくなって、あ、嬉しい。マリさんとまた一緒に、うん、暮らそうかなっていう。ちょんちょんは今の方がほら素敵だからさ、 今の生活が合ってるんじゃ。今どこに住んでるの。 今お家がなくなっちゃって。あ、お家なくなったんだ。あ、この間レーザーで除去されちゃって。ちょんちょん、そうなん、まあ、一緒にいた人。そうなんだ、ちょんちょんダメって。あ、じゃあちょんちょんいい人いる。いいよ、マリさんのところで。じゃあマリよりもっと多分ちょんちょんのこと大切にしてくれて。うるま市が懐かしい。住んでるところもすごいいいわけ。保健ビーチに行きたい。保健ビーチ懐かしいね。一緒に行ってくれてよ。ちょんちょん、マリさん。そうだったね。ちょっと今空いてるさ、穴の下。ちょんちょん。空いて、今ニュー空き家でしょ。ちょんちょん。今さ、結構立て込んでて。立て込んでる。なんか知らない人の左の目の横にもいる。あのさ、今だからちょっとちょんちょんと合わないはず。誰？よくあるじゃん、嫁姑問題とかも。ちょんちょん大丈夫、気立てが優しいし。だけど、誰とでも仲良くなれるよ。仲のいい方で、多分ちょんちょんとも絶対相性いいだろうなって思うし、住んでるところもとってもいいわけ。ちょんちょん知らない。料理も上手。とっても人見知りするから。料理も上手だし、すごく清潔だし、車の運転は下手だけど、その人だったらちょんちょん喜んでくれると思う。怖い。待って、聞いてみるからさ。うるま市行きたい。あ、ほんと、うん。でも、那覇もいいとこだわけ。戻ってきたんだよ。ほら、うるま市でずっといたら、ほら、その環境しかわからないから。マーリー。ちょんちょん、紹介するよ。戻ってきた。久しぶりに。いいでしょ。ほら、うちたち一応、ほら、一回別れちゃったから。マリ、やっぱりよりとか戻しても同じことになると思うから、もっとさやしようよ、マリ。なんでこんな綺麗になってるから。ちょっと待ってよ、リンタロウさん。ちょっと時間あるで紹介したい人がいるんだけど。この人だよ、レーザーで直したのこの人。すぐ美容外科行くから。絶対合うはず。ちょんちょん、レーザー今時間あるみたい。こいつレーザーすぐ行く顔してる。リンタロウさん、行くよ、行く余裕で行く。行くんだ、行く行く。あ、そっかそっか。あ、顔が行くって言ったらちょっと怖いよ。お尻に、マリー、お尻に、マリー、前ないところに行けばいい。お尻でいいから、マリーじゃん。リンタロさんがいいって。本当は羽根の下がいい。うちたちほら、一回もう本当さやとかない。もう結果、最近も見てるわけ、各近くマリオさんも誰も言えない、誰に、うん、あれもう元
さえは絶対ないわけ。なんだったらもっとひどいことになるから、凛太郎さんと絶対うまくいくと思う。あ、最近凛太郎さん老眼も進んでるからどうせ見えないし。そう、見てもらわないと寂しいし、どうせせっかくいるのに。でもマリは逆に凛太郎さんとよく迎え暮らしをしてるから。マリがずーっと見てるから、ちょんちょん。アイスマスク、ちょんちょんってアイスもするよ。凛太郎さんどうせ気づか、ずっと見てるから。マリ見てたい、ちょんちょん、こうやって。見てたい。分かった、ちょんちょんのこと。もうどうでもいいんだね。ちょんちょんのこと好きだからだよ。もうよくわかったから、ちょっといいよ。もう誰もいい。ちょんちゃん。いい。え、こんなに来ないで。いい。じゃ、もう知らないんだから。じゃあ、夏子さんする？レーザー行かないから。行く。行く。マリーのバカ。ちょんちゃん。かわいそう、一人ぼっちで放り出されちゃったよ、ほんと。この広い野原いっぱい。ほんとに。レーザーすごい低い人しかいなかったね。冷たいな。見て、ちょんちょんかわいそうだ。かわいそうだ。さんかわいそうだ。かわいそうだ。あたみっこさん、僕は絶対ちょんちょんの。あ、こういうことにさ、ちょんちょん愛しくなってきた。ナイブなジョージさん、ちょんちょんちゃん泣けてきた、私のところに来るって。よかったね、ちょんちょん。受け入れ先が見つかった。すごいね、メディアの力って。受け入れ先がすぐ見つかりました。よかった。ほんで、トワピさん、マリさんが悪い、ちょんちょんかわいそう。クミモちゃん、ちょんちょんいいよ、私の脇の下に来る？嫌だ。嫌って、脇の下は嫌って。あ、おかしい。面白いね、ちょんちょんは。もう本当にね、しばらくいないと思ったら。あ、釧路の TK さんが、北海道とか一部の地域ではちょっとしぼめたって、ちょんちょん。そうなの？そうなの？ちょめちょめじゃないの、それは。昔ね、山城慎吾さんがおっしゃってた。そうだよ、そう、ね。そうなんだ、知らなかった。ああ。めちょしさん。ちょんちょん喋るだけで都度、私鼻の下にちょんちょんいるよ、同居する？いいね。あ、いいね、家族も増えて。張り合っちゃわないかな。よかった、はい、哀愁のちょんちょんとかいろいろ書いてますね。渦の渦巻さん、笑いすぎて泣いてるのか、かかわいそうすぎて泣いてるのか分からなくて。, 笑いすぎてですよ、それは絶対に。はい、ちょんちょんの行方が分からずということでね。あまりとすぐレーザー行く顔して。いや、すずやさん、ちょんちょんの人権。今日もこういう機会があったからね、皆さんちょんちょんについて、うん、人権について考えていただく、いいきっかけになったと思いますね。はい、ということで今日の小芝居でした。